いらっしゃいませ。宇宙職業斡旋所へようこそ。うちにはいろんな部署がございますよ。銀河間の案件を取り扱う部署、天の川銀河内、太陽系内などなど、地球での9時5時の仕事にはもう飽き飽きなんです。いいでしょう。あなたの転職の適性を判定いたします。どれどれ。ああ、火星での小惑星採掘業務なんてのがありますね。ご存知の通り、小惑星とは太陽系が生まれた頃の残りカスのような存在で、惑星がぶつかったり破壊された時に生まれたと考えられています。太陽の周りを回る小惑星の数は数万とも言われており、そのほとんどは木星と火星の間に集中しています。ですからまあ、小惑星は火星の管轄ってわけなんですよ。この小惑星ってやつにはいろんな宝が眠っているんです。マグネシウムや鉄、ニッケルなどはその一例。中には酸素や金、水、白金を含むものもあるんです。これらの物質は工業に欠かせません。火星には食料やその他の必要物資の生産プラントもありますので大丈夫でしょう。というわけで、特殊設計の宇宙船で火星を出発、小惑星の上に着陸します。そうしたら採掘開始。弊社の機械設備は軽量である上に太陽エネルギーで稼働します。要するに燃料をほぼ消費しません。場合によってはロボットを派遣する時もありますし、有人で作業を行うこともあります。ロボットは食料などの物資を必要としませんけど、人間ほどの正確性を持っていません。採掘の方法は地球上のものと変わりません。要するに小惑星からその物質を削り取っていくんです。削った鉱石のほとんどは宇宙空間に漂うことになりますので、巨大なキャノピーを使って集めましょう。小惑星上の重力は地球に比べてかなり小さいため、グラップルを使用して表面に体を固定する方法を使います。慣れればスイスイ動けるようになりますよ。小惑星を一つ掘り終えたら鉱石は地球に送られます。え、違う仕事がいい？スポーツはお得意です。火星でスキーインストラクターを募集中です。火星には地球同様に四季が存在します。そして冬は火星の1年が地球の倍の長さであるために6ヶ月も続きます。火星の雪は地球とは結構違いますよ。凍った二酸化炭素が降ってきますからね。でも大丈夫、テラフォーミングの過程で安全なものにしてありますから。雪合戦はそう面白くはないかもしれませんね。凍った二酸化炭素はうまく固まりませんから。でもスノーボードやそり滑り、スキーは超クールです。地表はほぼ凍っているため、降雪量が少なかったとしても非常によく滑るんですよ。契約期間は6ヶ月でも、もう少し稼ぎたいという方はさらに木星の衛星エウロパに派遣いたします。エウロパは極寒の天体で、地表はほぼ水の氷でできています。その下には海が広がっているらしいと知られていますが、まだ確認はされていません。しかし弊社のダイバーチームが3ヶ月後に向かう予定です。あなたもご興味があれば枠があるかお探ししましょうか。何でもここの海には地球の2倍の水があるのだとか。しかもここには地球上のものと遜色のない都市を建設するに理想的な条件が揃っています。都市建設が始まるそれまではスキーインストラクターが現状空いている仕事ということになりますね。地表が氷ですので、そこに弊社が開発した雪を降らせてスキーをするんです。きっと気に入りますよ。エウロパには丘や傾斜が多いですからね。9キロメートルにわたって連なる尾根も見られています。アドレナリンが出るスポーツにはもってこいですね。エウロパにはほぼ大気がありませんので、太陽からの放射線をカットするスーツが必要です。お次にご紹介するお仕事は金星での宇宙タクシー運転業務。ここは気温がバカ高いにもかかわらず観光客に人気のスポットなんです。太陽からは水星よりも遠いですが、水星よりも暑いですね。というのも金星の大気は熱をこもらせる性質を持っていますから。というわけで長居はできません。業務を行う上では弊社から小型宇宙船が貸与されます。運転技術はそれなりに高いことが求められます。大気は濃いですし、強い風が吹きますからね。その速度は時速 350km。 雲が出ていると視界が塞がれるため運転難易度は上昇します。また金星は
太陽系で最も多くの火山があることでも有名です。安全な着陸場所を見つけるのも一苦労となるでしょう。地表のほとんどは火口ですからね。この業務に就くのであれば一つアドバイスを。金星は景色が綺麗なので、できるだけ上からの眺めを楽しんでください。そうだ、火山といえば宇宙火山学研究チームなんてのも募集中です。当然最初はアシスタントからになりますが、キャリアを積めば宇宙を股にかけるチームの幹部になれます。現在の研究範囲は太陽系内ということになっています。火星、金星、冥王星、それから木星衛星エウロパには核火山があると言われていますが、まだ確たる証拠は得られていません。確実に火山があると言われているのはイオ、トリトン、そしてエンケラドゥスです。ムーンファインダー、これは新たな部署で我々の銀河に関わらず新しい衛星を発見する業務です。また実際に太陽系内の衛星の実地調査を行う業務もありますよ。太陽系には200を超える衛星がありますので、退屈はしないでしょう。ガス状惑星である海王星、天王星、土星、木星の上には着陸できませんが、その衛星には着陸ができます。太陽系の惑星には水星と金星を除いて全てに衛星があります。それぞれの衛星へ赴いたら、そこで新たな衛星の存在を調査してもらいます。衛星は素晴らしい存在です。例えばダクティルと呼ばれる衛星は惑星の周りではなく小惑星の周りを回っています。その発見以前には小惑星に衛星が存在するとは思われていませんでした。土星を回っているハイペリオンは変わった形をしています。これはより大きなかつての衛星が天体衝突によって粉々になった破片だと考えられています。ハイペリオンの密度は低く、水の半分ほどです。最も古い衛星と言われているカリストは木星の周りを回っており、そのクレーターは40億年前のものです。カリストを分析したことで太陽系について多くのことが分かりました。宇宙宝石採掘士、太陽系の外へ出て仕事がしたい方にはダイヤの星での仕事が待っています。地球から41光年離れた先のカニ座にあるこの惑星は地球の2倍の大きさと密度8倍の大きさをしています。この惑星の主星は太陽に比べてより多くの炭素を持っています。圧力と温度が高い場所であるため弊社の特殊技術を使用します。地表がダイヤモンドで覆われているので、あなたにはそれを採取して宝飾品に加工していただきます。この仕事についていれば面白い惑星を巡ることができますよ。例えばルビーやサファイアの雨が降る惑星なんてのもいいでしょう。激しい嵐が吹き荒れますが、それが止んだら地表に散らばった宝石をたくさん回収しましょう。ガラス細工が特にお好きという方は、文字通りガラスの雨が降る星での仕事をご紹介します。地球から63光年離れた先のこの惑星は木星より少し大きく、その大気は独特です。そのほとんどが珪酸塩なため鮮やかな青をしています。風は非常に強く、時速 8700km に達します。地球上で最も強かった風は時速 408km です。最後にご紹介する職業は探検家。プラネット9と呼ばれる海王星の向こうに存在する惑星を探索していただきます。この惑星は海王星の向こうの空間に仮説上存在する惑星です。私たちは長らくこの惑星を探し続けています。これは太陽系の小さな物質の集まる領域で不思議な重力が観測されたことにより仮説上存在すると言われた惑星です。プラネット9の公転周期は7400年、地球の6倍大きく小さな海王星程度のガス状惑星と考えられています。報酬はいいですが、その代わり生涯この仕事を続ける必要があります。いつ地球に戻れるかはわからないのですから。調査開始ポイントは海王星。海王星はガス状天体ですので、上に着陸はできません。窒素の氷と岩石でできているトリトンを拠点として利用してください。間欠泉には注意して。間欠泉は地表から吹き出すと強い風に飛ばされます。その危険性については未知数なため、特殊スーツを装備してください。気温も太陽系の中でかなり低い部類に入りますからね。というわけで、興味を惹かれる仕事は見つかりましたか？